現在の医療は高度化複雑化してきており、一人の医療者では対応できないような状況になってきております。こういう状況に対応するために医療現場ではチーム医療が行われています。愛知学院大学では総合大学であるという特色を生かして、さまざまな職種に進む学生さんたちと一緒にディスカッションやプレゼンテーションを通じて演習を行っております。